小坂直史です。今デニーズにいるんですけど、こういうコップが、まあ、今持ってきてもらったばっかりだから、こうここに氷入ってるコップなんですけど、これをまあ芸術作品できるかっていう問題があるんですね。つまり、つまり芸術作品っていうのが、まあ、どの辺からかは分かりませんけど、ある段階から、まあ、例えば作らなくてもいいって発想が出てくるわけですよね。だからその作らなくていいって発想は、まあ、一番有名なのはやっぱりデュシャンの泉っていう作品で、ベンチにサインして、とか、それからあと瓶乾かし器とかありますけど、ああいうレディメイドオブジェですよね。レディメイドオブジェでいいという発想が出てきて、本当なのかっていう問題はあるわけですけども、私が体験したのだと、日本でだとやっぱり高松城さんが、1960年代の末か70年のたまに結構アトリエでたくさんいろいろやってるんですよ。で、何でもできるっていうことを主張してたわけね。で、高松さんの、その椅子の四つ足の普通のスチール椅子ですけど、その下にレンガを入れてっていう作品があって、これは実は最近、素人美術館の学院の三田由里さんが高松城を出してて、そこにもその作品が画像として結構大きく載ってて、であれがだから本当に芸術作品として成立してるのかとか、芸術作品としてどの程度のものなのかって、そういう議論はあると思うわけです。で、今その一応僕実は高松さんに認められてデビューしてきた作家で、高松さん恩師なんですよね。で、その高松さんとの関係で言っていくと、実は何でもできるんだと、たくさんできるんだって言った後に、高松さんは作品が作れなくなるんです。結構深刻な問題があったんですね。で、これは何人もの作家で見てるんですよね。こう いくらでも作品できるって言ってたのに、突然としてピタッと作品ができなくなるってい う現象って見てて、で、自分もそういうことを味わってるんですよね。で、まあ、その問題、まあ、何なんだろうっていうのがあるんだけども、で、今再度もう一回始めたのは、この間横浜美術館で、ベルトとか巻き尺でパッと作品作ってる若い人がいて、あとまあその人実を言うと画鋲で、壁に平面を作ってて、それが大きく載ってたんだけど、まあ、その両方の作品がちょっと違うんですね、評価を。作家名覚えてなくて申し訳ないんだけど、トミーさんなんとかっていう男の人だったと思いますけど、で、そのまず画鋲のやつは実はあれ芸術になってなくてデザインだったんですね。で、それはだからこう平面イコール芸術っていう作務みたいなのがあって、で、学芸員もそれをだから受けてて、美術館でいくつかやってて、で、まあ、あれはだからデザインに過ぎないのであって、つまり、まあ、四角い区形を画面の上に大きく作ると、それが絵画だってそこを持ってるところがあって、それをこう画鋲でやってるわけですよね。で、それはダメなんだけども、小さい作品で巻尺とそのズボンのためのベルトを使ったやつは芸術作品になってて面白いと思ったのね。だけど特に独創的だってもんではないんですね。で、だからそれは僕個人の経験で言えば、その高松さんがやってるのを見てて、それから利根安直さんもそういうことをずいぶんやってたんだけど、利根さんの場合にはパフォーマンス性が強いので、例えばその音楽と称して、まあ、例えば拍手、手でことだけとか、それからオルガンの曲で、普通の足踏みオルガンがありますよね。あれにこう手を 両手に乗っけて、こうバーッと弾いて、それで 足だけ踏むのって夢中になって、こうそうすると音が出るじゃないですか。それで音楽だって称したりさ、そういうその手でたくさんやってるわけ。あとマイクに音量、マイク その音量上げといて、そこにこうちょっと固めの紙をぐじゅぐじゅっとこうやってこうやって、それをかぶせちゃうの。そうすると紙が自然にこう戻っていくわけ。その時にパチパチパチって音があって、それでやるとか。あとトレさんの名作はね、あれはギターだったかバイオリンだったか、ギターだな、エレキギターの上にワイシャツをかけて、でそのワイシャツにアイロンかけるんです。そうするとエレキギターだから音を拾っちゃうわけですよ。で、これはニューヨークで見たんですけどね、もうとにかく面白くてね、それはね、トレさんのキャラクターがあるわけですよ。全く大学教授っていう顔つきで、こう白いひげで、それで本人がとにかく、なんていうか、やたらにむちゃくちゃに真面目なんですよ。それでこうやるんですよ。そうするとアメリカの観客たちがさ、椅子から転げ落ちるんだからね、何人も。うわっって転げ落ちるぐらいウケるわ。で、それをまた見て、それさんが奇妙な顔してまたさ真面目にこうやるって。あれはね、本当に天才的なね、
パフォーマーなの。それは鳥さん知ってる人みんな言うんだけど、パフォーマーとしてはすっごい天才性があって、その日常の一つ一つがおかしいっていう部分で、まあそういうそのつまり、まあ、60年代のいわゆる反芸術というものが出てきたりなんかした時に、そういうことがこう芸術になっていくっていうパフォーマンスって結構多くあるわけなんですよね。何でもないことなんだけどね。でそれをだから今はまあ別に今やるのは単にそういうもの風化形態でしかないんだけども、ただ結構今日の芸術を考える時にそのバカにならないわけですね。それでその富井なんとかさんの作品は僕なんか知ってる限りで言うと、これも名前覚えてなくて申し訳ないんですけど、イギリスの作家で、やっぱりあの普通の紙をこうぐじゃぐじゃっと丸めてこうポッと置いてそれを作品だっていう風に、した人、結構その人たくさんその手の作品作ってると思うんだけど、あれもその芸術とデザインが入り混じってて、まあ、何が起きてるかっていうと、まあ、60年代の後半くらいからなんですけど、その芸術とその物質が分離し始めるっていうか、つまり作らなくてもよくて、なんていうか、まあ、何でも芸術って言ってもいいんですけど、実際モノハが出てくる時期って僕らもそうなんですけど、街中歩いてても何でもこれが、あ、これ芸術じゃないっていう風に見える時期ってあるんですよね。あったんです。でそれがあの時期で終わったのかと思うと、そうではなくて今そういう状態がすごくやっぱりあって、でその、まあ、そういうことが簡単にできて、その いろんなこう区別がつくっていうことは結構訓練としても重要なのかなと。本当は自体はもっと先に行ってるんですよ。つまりそれでもって芸術だって言っているのは済まない状態は今実はこう何回はあるわけですよね。まあそれはあるんだけど、その話をちょっとするとまたネタバレの問題もあるのでちょっとやめときますけど、それでちょっとこのコップを使って作品を作るって話をちょっとやりたいと思います。はい、うん、うん、